はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりにキャプテン翼2スーパーストライカーを、やっていきたいと思います。こちら第5回目になります。リオカップいよいよ決勝戦フラメンゴ戦に進出いたしました。まあ最も多分1回で、まあ、決勝優勝というのは難しいかと思いますが、頑張っていきたいと思います。この配信はツイッチで、お届けしております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは YouTube、2月2日21時頃からプレミア公開いたします。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブ My、YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、ツイッチの、ツイッチじゃなく旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねも、ぜひお願いいたします。ツイッター X マイアカウントをプリーズフォロー&リポスト&グッドボタン、はい、では行きましょうか。はい、ということで、カルロスのミラーズシュート、サンタマリアバナナシュート、この辺りが要注意ってことですね。気をつけましょう。レベルはご覧の通り、やっぱり翼がレベル10位になってます。プラトンが7、キーパーかな、プラトン、レナート君かな、レナート君ですね。キーパーはちょっと守りが弱い感じはします。その辺がどう影響してくるか。では、行ってみましょう。リオカップ決勝、フラメンゴ戦です。さあ、今日も3試合ぐらいやろうと思います。結構1試合時間かかるんですよね。バビートン君へ、相手のなんか取り付けが早いな。あ、やばい、こ
これ翼くんへ。渡します。プラトー君渡った。ここは無視して9番へ、10君へ。さあ10君、低いボールにジェトーリオ君、なんだそれ。あーだがここで邪魔になってしまう。そこに翼君が待っていた。お、キーパー直接対決、ボレーシュート決まりました。キーパー取り出したのがあだとなったか。サンパウロ先制です。さあ幸先のいい、スタートを切りましたね。試合再開です。今度は相手のキックオフでですね、相手の反撃が見られるかな。カルロス君が渡った。今どこにいるんだ、よく見えない。パスカットするんじゃないの。お、なんだこれ、武神ドリブル、またお前武神ドリブルかよ。本当に好きだな武神ドリブル。サンタマリア君に渡った。今度はやばいやばいやばい、わサンタマリア君バナナシュート、やばい。あーダメか、これはちょっと避けられないだろうな。決まってしまった。あバナナシュート怖いです。さらに言えばサントス君の、サントス君だっけ、分身も怖いですね。再開、今度はこちらのキックオフ、翼くんへ。まあまだドリブルでいいや。ここで通常パスでいいよ。え嘘、カロス君、まあ、弱まっただけ。田浜田君タッチ。さあここで7番にパス。おっとサンタマリア君が来たが、ここはもう無視です。9番にパス。あでもちょっと前へ出すぎた、勢いは弱まったが。さあ10君に行くが、これをどうかな、これ届かないだろう。ジュークパス、あいやバチェスタ君チャンスですよ。すごい、あっと捉えてしまう。でもまだチャンスは続きます。フォロー競り合う、ことなってる。こぼれ玉になってジェットーリオ君に捉えてしまう。弱まったが弱まっただけ。サンタマイタ君がマンツーで一気に出し抜かれた。これ3番止めろ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 、じゃあ止めに行け。マリーニ君、
け止めいけ、またバリアーシュートじゃん。お、勢い弱まった。パンチングだ。今日無理だろうな。リードを許してしまいます。はい、試合か再開です。せめて同点には追いつきたい。ここは翼くんへ。どうだ、パス通って通りました。チュウ君へ。加藤君へ。あと弱まったが届きます。今どこにいるんだ。結構ゴール前か。まあでもこのままじゃ捉えちゃうけど、行きましょう。シュート。まあでもこのままじゃ決まらないだろうな。これシュート、あおっと決まった。同点になりました。加藤君も相当決定力ありますね。あっさり決まりました。意外と。意外とあっさり決まった。ひとまず試合再開です。ジュウ君がついた。タックル。お、やった。こぼれ球になったが相手に取られてしまうだろうな。知ってた。お、こぼ、翼君ナイス。結果的にこれインターセプトになりましたね。どうなってんだ。どっちでもいい。翼くんにボールが渡ります。一回、どうしよう。こっちに当たってして渡してみようか。ジュークに渡る。ちょっとジューク突出しすぎな感はある。ワンツーで翼くんと決めましょう。おっと、やっぱり邪魔をするな。だがパスは渡ります。さあキーパーと1対1。ジュークジャンプ競り合い。あっと、ここはやっぱりキーパー強いな。あっと出し抜かれた。前に出すぎた。しかもワンツーリターン、これほぼゴール前まで行きますよ。完全に出し抜かれました。サンタマイタ君に渡っ、ん？サンタマイヤ君。邪魔してやる、邪魔してやる。マリーニ君がつきます。おっと、裏をかかれた。カルロス君だ。なんでしょう、オーバーヘッドキック。
決まってしまった。強い。サンタマイヤ君で決めると思ったらサンタマイヤ君アシストだったですね。頑張っていきましょう。試合再開。チュー君、あー、どうかな。よかったよかった。あ、でも11番もいる。ゆうくん渡る。サンタマイヤくんが来る。ここはちょっと無理せずにちゃんと。サンタマイヤくん来んのか。でも届かない。あっと、なんと9番にインターセプトされてしまう。嘘だろ。止めないと。魔王プラトくんがキープ。プラトくんちょっと突出している。6番が早いけど、まあまだドリブルだな。サンタマイヤくんか。とりあえず近い6番にパスしとこうか。早い。 OK。 さ、まだサンタマイヤくんがいる。だが弱まっただけ。うん、敵の8番、大丈夫。ド登録に渡る。おっと、ん、6番じゃないんだ。とりあえずバチスタ君へ。時間があまりないんで1点欲しいですね。いや、ここでは決めないよ。翼君へ。そして、ん、行きましょう。見せましょう。ドライブシュート。決まりました。同点に追いつきました。さあ、前半もあとわずかとなります。今3対3ですね。残りガッツを見ていきましょう。ジュー君がだいぶ少ないな。ちょっとジュー君にあまり渡せないような状況になっている。ジュー君いっぱいいっぱいです。さあ、4人が囲った。タックル、ガット、タックル、ブロック。かさえた。弱まっただけ。カルロス君に渡る。ん、アディショナルタイム。どこにいるんだ今。ミラージュシュート、カルロス君。マリーニ君は届かない。やばい、なんか色が変わった。当然決まります。ハルロス君ロスタイムで。ミ
ミラージュシュートをついに炸裂させてきましたね。EX スキルです。試合再開。でももうほとんど時間ないんですぐ終わりますね。3人に囲まれた。全部ドリブルで。ヒールリフトなんてあるんだ。何？お、カルロスとの勝負。おお、翼くんが勝った。何？ということで後半戦です。ジュークはちょっと回復したけど回復しきれてないな。では、後半です。こぼれ球になってジュウ君が取りましたが、ジュウ君は疲れている。翼君にすぐに渡します。翼君独立してますね。ワンツーで4番来たがゴール前にいます。ワンツーで前進させてオーバーヘッド、これだ。オーバーヘッドキー、得意技です。決まりました。このパターンですよ。同点になりました。またもシーソーゲームですね。ただ不利なことは事実ですね。おっと翼くんがインターセプト、ナイスインターセプト。ガッツはただそんなにないからな。バチスタくんへ。さあどうだ、動かない。プラトン君に渡った。サンタマリア君が来たが、これはあの9番、いやタハマタ君へ。あっとカットさせ合えた。さあ3人で囲む。
ドトークナイス、敵の攻撃を防いでいきます。ここでワンツー、ジュー君とのワンツー。は？おっと、そこにいたのはバチスタ君だった。今どういう配置になってる？いや、この位置じゃ多分バーに阻まれると思うんで、ドトール君が結構前に出てますね。一度つ、いや、この位置でも翼君でいいような気がする。え？カマラウ君だ。マリーニ君へ。ここででも再度リードを奪えば全然有利ですからね。バビントン君へ。さあバビントン君、いや、これで決めるわけがない。翼君のガッツがちょっと低いな。プラトン君はちょっと遠い。浜田君へ。お、ここで翼くんが前進している。翼くんに渡しましょう。お、ボレーシュート。サンパウロコーナーキック。翼くんかな。いや、ここはもうバビントンくんでいきましょう。基本的なショートコーナーです我々は。ここはちょっと騙しにかかります。バチスタ君へ。キーパーに取られてしまう。まあ、何としても取りに行かないといけません。パスカットもありえますからね。さあ、こぼれ玉になったものはジェトーリオ君へ。まあ、田畑君がいます。そこをバビントン君がキープ。いいですね、流れがいいな。どうかな、プラトン君通るかな。このパスは通った。チャンスです。決めに行け。ボレーシュート。サンパウロコーナーキック。サイドバビントン君ですね。パスショートコーナーでプラトン君へ。バチスタ君通るかな。バチスタ君、しかしこれではいけないんで、ジュー君に渡します。あ、しかしカルロス君に取られてしまう。やばい。あ、シュートが来る。あ、ダメだ、もうキーパーに直接かよ。届かないだろうな。完全に柵に溺れた感があります。せっかくチャンスだったのにな。
さあリードを許してしまって、しかも残り8分しかありません。ジュークとワンツーです。どうだ？一と五番へ。近いのは翼くんだが、バチスタくんへ。ちょっと翼くんが追いつかないけど、翼くんに出しましょう。ここ一気に吹っ飛ばそう。あ、ガツが足りないのか。155しかガツがない。一度バビントンくんへ。さあこれだと角度が悪いんで、ジュウくんへ。ジュウくんが行きます。ヘディングシュート。さらにバビントンくんへ渡る。キーパー倒れている。チャンスだ。しかし堅実にジュウくんへ狙って、ヘディングシュート。ダメだ。なんとこれは痛い。ちょっと待った。あ、やっちゃった。もう残り2分しかない。どうするかな。タックル、屈伸ドリブル。は？あ、壁を作ります。いきなりミラージュシュートかよ。ダメですね。はい、決まってしまいます。決定的な失点となりました。ダメですね。やっちゃいましたね。バビントンくん。
無理でしょうけよ。バミントン君は届かない。破れましたね。そりゃそうだ。サントス戦に戻されます。レベルアップした人いないんだ。辛いな。うなぎです。かば焼きするとうまいぞ。行きましょう。取りました。ナイスインターセプト。バチスタ君へ。さあ越えてみろ。龍君へ渡りますが、流星君が来たが、何これ、府中君が吹っ飛ばされた。サンパウロコーナーキックです。でいつも通りバビントン君で、バチスタ君へ行きましょう。さあバチスタ君が、敵の8番が来たが、帰ってますが、田浜田君へ。おっと5番が届かない。さあ田浜田君決めてもいいかもしれない。こともない。翼君へ。これ飛んでほしいがこぼれ玉になってしまって、またコーナーキック。バチスタ君へ。バビントン君へ。ショートコーナーです。ジュー君へ。これスルーすると、スパサ君へ渡るんじゃないかな。誰渡るんだ。翼くんに無事渡りましたが、どうかな、渡る。
翼くんもスルー、そしてプラトンくんへ、これはシュートを決めに行きます。ヘディングシュート決まりました。先制です。さあ試合再開、敵がサントスのキックオフです。え、これが怖い。やりたい放題だったかな、それまでは。どうだ、こぼれ玉になった。しかし敵の6番に渡ってしまう。ここアマラウ君が、アマラウ君がインターセプトで成功。田浜田君へ、いやトラップ。バビントン君へ、さらにジュー君へ、お11番が空いている、チャンスかもしれません。プラトン君へ、チョンシュートです。プラトン君ヘディングシュート決まりました。ジュー君のアシストから、プラトン君のヘディングシュート、リードを広げました。さあつけ、おっとダメだ、サガロクに渡ってしまう。バチスタ、じゃあ翼くんがボールをカットしました。難しいな、反対サイドへ、逆サイドへ、田中くんにタッチ。さあここはもう無視してバビントンくんへ行きましょう。あ、こぼれ球になっちゃったか。でもマリーニくんが取りました。シュー君へ、縦パス決まるかな。勇気を持って、こぼれ球になってしまうが、バビントン君が取ることができました。ちょっと11番が来ましたよ。引きつける策は有効かもな。一度翼君へ、弱まったが、翼君どこにいるんだ今。プラトン君へ、
シストをします。もちろんプラト君またヒーリングシュート、あとパンチングで、それをバミントン君が、キーパー倒れているチャンスですが、ちょっとね角度が悪い。ここ19に渡して、いやもう行きましょう。いつまで倒れてるかわからんしな。ヘディングシュート、きあっと、しかしプラトン君がねじ込みに行きました。3対0は結構でかいですね。リードは拡大しました。さあもうあのプラトン君があれですよ、ハットトリックですよ。サガロ君へ、おっと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 と、サマロクってイールじゃなかった？リュウセック、なんかやっ、さあこれは何としても防がないといけません。ほら、フォローでいきましょう。これシュート、パンチング、決まってしまった。さあ試合再開です。残り1分です。10分へ、さあロスタイム、10番か。プラトン君へ、これ玉になったものを敵に取られてしまう。前半終了です。じゃあもうすぐ行きましょう。後半です。こちらをボールです。引きつけておいて、いやこっちじゃない、一度2幕に、マチスタ君かな。
難しいですね。そう考えたプラトくんなんだけどな。いや待ったんが、これプラトくんはパス成功。翼くんも来ます。翼くんとワンツーをしましょう。翼くんがそうそう決めたいね。いや待ったが、これプラトーくんもうほぼゴール前だが、翼あと翼くんちょっと立ち遅れている。ジュークに渡しましょう。え、ライナージュークに来た。いやもう行きます。シュート。さらにあとバミントンくんだ。さあ空っぽなのは変わらないが、万全を期して翼くんへ。2番ぐらいだったらもう押し込みましょう。これシュート。え嘘、いやあー押し込めない、ダメだ。今くんがカット。今くんからバチスタくんへ。さあここですね、ジュウくんに渡すふりをして、スルーです。なんで？もうなんかむちゃくちゃになってますね。まだ空っぽだ。翼くんに渡しましょう。もう行きます。空っぽなままですからね。これシュート。さあ今度は田畑くんバランス崩している。再度翼くんへ。これシュート、連続シュート決まりました。さあ、翼くんがしっかり決めてくれましたので4対1になった。まずプラトーくんがバスカットいきましょう。どうだ、あの弱まっただけだった。そこを翼くんがナイス、ナイスフィールディング。ジュウ君に渡します。ジュウ君でもガッツが足りないな。ジュウ君で決めるのは多分無理でしょう。引き付け役が限度だろうな。リュウセク弱まっただけ。一
きましょう。ドライブシュート、はい、しっかりと決めてきました。これで5対1になりました。さあ試合再開です。翼くんが突っ込んでいく、3人が囲む形になりました。ジュウくんがなんだ、ジュウくんガッツがもう100切ってる。マミントンくんがキャッチ。バミントンまだガッツの余裕があります。翼くんに渡しましょう。流星くんどうなる、勢い弱まっただけ。ヒラトンくんが153か、これ自分で持っていってと見せかけてプラトン君に渡してシュート行きましょう。ヘディングシュート決まりました。6対1。プラトン君は4点目です。まあもう決定的なシュートと言えるんじゃないでしょうか。ワンツー、ここでワンツーシュート、ワンツーパンチ、トール君が防ぎにかかります。ドトール君ナイスインターセプト。バチスタ君がこうなって、バビントン君か、バチスタ君かな、バビントン君でもいいけど、10分へ。なんかこう完全に前進してますね。どうしよう、翼くんが282、プラトくんは100を切ってるから翼くんだな。翼くんに託します。いやもう構わずシュートです。これシュート決まりました。翼くんも3点目、ハットトリックです。さあ10分を今切っております。試合再開。
ワンツーか。やだな。鎌田くんナイス。鎌田くんまだ余裕があるな。どっちでもいい。見てるかな、ガッツがあんまり良くないです。俺も決めたいと言ってます。ということでワンツーしましょう。え、翼くんとワンツーです。あ、こぼれ玉になってしまうが、ドトールくんが、ドトフくんちょっと前に出すぎ。クラトンくんのとこ行くか。タテツの縦パス。あーと、人に囲まれたか。と、見せかけて翼くんへ。これ玉になるか。サンパウロコーナーキックです。ここやっぱり普通に攻めていいんだよな。バビントンくんへショートコーナー。浜田くんへ。でもこれは決めません。ジュウくん、翼くんが194、プラトンくん、みんな消費してんな。ジュウくんに行きましょう。おっと、ここで試合終了となりました。やっぱりレベルアップきましたね。出る。レベル見ていきましょう。プラトくんが8。誰がレベル上がったんだろう。わからん。そんなに能力は上がったように見えないな。私眠れってやってね。さあ、相手のフラメンゴからです。ダメだ、止められない。早い、相手の攻撃早いや。さあ、田畑くん、プラトンくんがつきます。もうタックルしかない。あ、パスしなかった。ここでマリーニ君だが届かない。カルロス君の方だった。カルロス君センタリングからサンタマリア君へ。ここは何としても。
としないといけない。ドトールくん、ピンチを逃れます。あと結構前にいますね。チャンスかもしれない。縦パスでガチスタくんへ一気に行きましょう。ここチャンスかもしれないんで翼くんとワンツー行きます。ジュウくんへ、反対サイドのジュウくんが、パス決まらないし、なんでパスがいる、なんで敵にパスがいるんだ。パニーに行くんだ。なんか非常に変な動きをしてますね。さあ10番11番が行きます。プラト君へパスします。さあプラト君動きを合わせる。キーパーと1対1になる。翼君へ動きを、敵の動きを乱した。空っぽです。決めに行きましょう。これシュート決まりました。フェイントを見事に決めていきました。いいですね。試合再開です。決められない。さあバビントン君と田浜田君へ。バビントン君パスカット。何？分身ドリブルだ。またかよ。またを分身ドリブル。相手にフリーキックを与えてしまいます。今度は誰に来るんだ。勢い弱まっただけ。誰に渡るんだ。7番さあ、何としても止めなきゃいけません。支えた。バナナシュート。ダメです。味方がいない。おっとパンチングした。だが敵の9番がまだ目の前にいる。パスカットかな。どうだ。あー決められてしまった。プラトクのバーンシューター防ぐものを敵9番に決められてしまって同点に追いつきました。追いつかれましたね。
さあ試合再開です。タチスタ君、プラトン君へ、こぼれ球なんのか、アマラウ君がサポート、翼君へ縦パスを決めます。次はどこにする、ジュウ君かな、どうだろう、なんか邪魔されそう。さあジュウ君、キーパーがいる、まだちょっと近いか、ここプラトン君へ、あーと敵をキーパー、なかなか規定力が高い、取られてしまう、ダメか、アマラー君つきましたね、時間稼ぎをしてほしい、リマ君が取ることに成功しました。リマ君 DF だからあんまり前に出てほしくないな、バチスタ君へ、さあ前へ行きます、ここはもう無視して、縦パスです、で翼くんに渡ったが、今どこに、悪くない角度だな、これシュート、決まらない、プラトクへ、ゴール前接戦しております、でも決めに行きたい、ジュウ君、ジュウ君が渡ったが4人に囲まれている、これスルーするとどうなる、翼君渡んじゃないの、おっと、ペナルティーキックのチャンスを取りましたよ、まあいいでしょう、はい、裏をつきました、これ2対1リードです、再度リードを決めていきます、前半もあと3分30秒ですね、プラトン君がついた、どうだ、こぼれ球になったがバチスタ君です、バチスタ君はミッドフィルダーですね、難しい、ワンツー、こう、さあ当然防ぎに行きますが、翼くんがカバー、もう時間があんまりない、渡るかな、ジュウくんに勝負です、 OK 来い、オッケー、ジュウ君チャンス、デトーリオ君がいるが、ここはもう決めに行きます、ヘディングシュート決めました、
これは大きい。翼くんのアシストでジュウくんがシュートを決めて2点差になりました。これはいいですね。2点差は結構意味があります。さあもう前半ほとんど時間ありません。さあここはもう何としても止めにかけたい。あっと反則を取られてしまう。フラメンゴフリーキック、試合終了です。あ、試合終了じゃない、前半終了です。ガッツはなんかジュウ君が一番低いだけで他は苦労しないですね。翼くんも相当ガッツ残ってます。あのドライブシュートとかまだまだ余裕持っていけます。さあもう何としても勝ちたい。アマラウくんへ、浜田くんへ、あとこれ届かない。翼くん行きましょう。縦パス一気に、もっとジュウくんだった。翼くんではなくジュウくん、11番が目の前にいます。しかし翼くん、一度翼くんへ、近い距離の方がいい。悪くない。翼くんシュート行きます。ボレーシュート、あっと敵の3番が決めていきます。防がれます。バミントンくん行きましょう。ショートコーナー、いつも通り。ジュウ君へ、ジュウ君ちょっとやっぱり不安だけどな。いやさすがにこれは、スルー、いやこれ無理やろ。スルーしても翼君来ないんじゃないの。あーダメだ、そういうことだよな。難しいな本当。玉田くんがついた。タックルしかない。あとパスだった。さらにアマラー君が邪魔をします。アマラー君がナイスインターセプト。ここで大きく空いてます。ジュウ君へ、戻るのに時間かかってますからね。チャンスです。
さあどっちかに渡したい。なんとドトール君にもいる。ただドトール君がシュート決めるわけにはいかないよね。敵をキーパー倒れてるよ。たまたくんどうだろう、シュッパス決まるかな。あーやっぱり勢い弱まったが、ただたまたくんにボールは渡りました。翼くんへパス、これが決まった。キーパー倒れてるんで、シュートが決まれば全然チャンスになります。行きましょう。ヘディングシュート、おっと遠かない、決まりました。これは大きい、これ優勝できるんじゃないか。これは大きな1点ですよ。試合再開です。邪魔をしに行きます。お、4人はすごいな。翼くん、さあ2人がパスカットしますからね。今日弱まる。翼くんがインターセプト成功、これはすごいよな。これ地味にやっぱり大きいですよ。さあしかも これワンツー行こう。ガッツはまだ余裕があります。結構ゴール前が近い。普通のシュートでいいや。これシューツ、あとだがプラトン君がねじ込みました。こぼれ球をねじ込みに成功です。もう絶対的なダメ押し点ですね。さあまた囲んでます。無心ドリブル、おっと翼くんとの勝負。何？
と分身ドリブル好きだな。3位ドトールくんが立ち塞がります。また分身ドリブル。まだ諦めない。さ、今度はバチスタクーナ3人が囲います。どんどん時間が消費されていきます。おっと ここでこぼれ玉になるが、敵の7番が来る。ボレーシュート、やばい、決まってしまった。なんと運が悪い、月がないですね。だって他のあの決められてしまいますね。ただもうほとんど時間はありません。判定差ありますからね。もらったでしょ。これ。チュウ君へ。ん？カロス君が届かない。サンタマイタ君か。今日は弱まったが、これなんと翼くんが行きます。で行こう。もうちょっと、あ、いや、ここであえてドリブルシュートなんだよ。最後締めてもらいましょう。決め合いました。花を添える決定打、ドリブルシュートです。翼くんがうち4点決めてますね、この試合も。1点目、2点目、4点目、そしてこの6点目と決めていきました。さあ、もうアディショナルタイムに入ってます。ほとんど時間ないでしょう。やりました。ついにその時がやってまいりました。
第1部の終了ですね、これで。めちゃくちゃ喜んでます。第1部リオカップ編終了ですね。お、カルロス君だ。まだ一勝負あるぞ。え、なに？え、どういうこと？これで終わりじゃないの？リオカップは。え？何が起こったんだ？で、高校生だっけ？いや、中学だよな。中学だっけ？いや、高校だな。おお、ついに登場です。ヒューガくん。タイガーショットのヒューガくん。南葛には美咲くんがいます。旧国立競技場になりましたね。あれ ?1 回戦からか。おっと、原作者じゃないのこれ。児童くんだ。これあね、姉子？さあこれでメンバーが一気に変わりましたね。美咲くんは翼くんとサンパウロ翼くんと同じ10番をつけます。そして、美咲くんは翼くんのレベルを引き継ぎます。他のメンバーもそれぞれ引き継いでるはずです。お、森崎くんですね。キーパーもちろん森崎くん。吹っ飛ばされたでおなじみの森崎くんです。チェンジできんのかな。あ、できないんだ。だから選手の予備選手っていうのはいないんですね。はい、ということで、
国見高校と対決と言いたいとこですが、これは次回としたいと思います。今回はついに、リオカップをサンパウロを優勝することができました。翼くんとフラメンゴの村トン君との友情も芽生えましたね。さあ、次回から場所を日本に移して、美咲くんを中心とする軟活な活躍をお届けします。おそらく決勝戦ではヒューガくん率いる、ヒューガくんがエースの東邦高校が待っているでしょう。さあ、日本の高校サッカーとなります。次回お楽しみに。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。Please my ツイッチアカウントフォロー please。そして、この動画のアーカイブ YouTube にアップロードいたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel Two days after アップロードプレミアライブ This my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。というわけでキャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。